平成もすでに30年を迎えているわけですが、その一つ前の時代である昭和はもうかなり昔の話になりますね。およそ30年の間に様々な文化や技術が発達してきました。それと同時に皆さんの常識や習慣もかなり変化してきたのではないでしょうか。当時のアイテム、風景を見たり流行っていた歌を聴いたりするだけで当時の自分の姿が蘇る。しみじみと思い出に浸る。ノスタルジックな時間。忙しい現代を生きる中で、たまにはそんな時間を過ごすのもいいものではないでしょうか。そこで今回は、特にアラフォー、アラフィフ世代にはたまらない昭和あるあるや、懐かしいグッズを集めてみました。昭和の頃には当たり前だったことがヤバすぎる。アラフォーアラフィフ世代にはたまらないことまとめ、パート4。時計のおもちゃ。みんな持ってた地球ゴマ。グリコ、キティランドビスケット。現在も販売されていますが当時のパッケージが懐かしいですね。昭和のアクエリアスレモンとアンバサウォーター。いまいちマイナーだった MSX。クラスの何人かは持ってました。トップボーイトニックシャンプー。見かけるとなんだかワクワクしたコスモス自販機。アイスクリームの宝石箱や、牛乳ポスト、木のタイプはもうほとんど見かけないですね。グリコスポロガム、おまけは男の子向けと女の子向けで分けて販売されていました。左はまだ白い頃の松崎しげる。当時のファミコン雑誌に必ずあった裏技コーナー。雪印デコレーションアイスクリーム。クリスマスなど特別な日のみに許された贅沢品。かき氷の自販機。容器の周りに氷やシロップがこぼれまくるワイルドな仕様でした。のっぽさんとゴン太くん、できるかなはみんな見てましたね。思うように中心に当てがえなかったあの頃。ブルマは1992年以降、絶滅に向かいました。瓶のタイプはもう見かけませんね。メロイエロー久しぶりに飲みたいな。武骨で頑丈そうなラジカセ。東洋タイヤの顔が怖い。缶ジュースは100円で統一されていましたね。カップヌードルの自販機。食べるフォークが切れていて困った記憶。赤電話とタバコマークの台のセット。永久保存版のビデオテープは爪を折る。カバンに使い捨てカメラを常備してました。懐かしいパッケージのクリープ。まさか意地悪ばあさんが東京都知事になるとは思ってもみませんでした。キーホルダーは大体このタイプ。缶ペンケース。今回の動画は以上になります。またこのシリーズでお会いしましょう。少しでも楽しんでいただけたら幸いです。ご視聴
ありがとうございました。